米国の野球専門誌「ベースボールダイジェスト」は4日、メジャー全体の年間最優秀選手を発表。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が選ばれ、ドジャース・大谷翔平投手は2021年以来、2度目の受賞とはならなかった。大谷は今季159試合に出場し、打率、本塁打、打点、盗塁のいずれも自己ベストを更新。打率点310で惜しくも首位打者獲得はならなかったが、 54本塁打と130打点で2冠を手にした。史上6人目の40本塁打 &40 盗塁、40から40だけでなく、前人未到の50から50も樹立。日本人として初めて、トリプルスリーも達成した。同賞は元選手や監督、記者ら24人によって投票が行われ、両リーグから1人が選ばれる。 大谷とジャッジは共に1位票を12ずつ獲得したが、ジャッジは残り12人から2位票を投じられたのに対し、大谷は2位票が10、3位票が2入って惜敗した。他の最終候補者は、大谷と同様に今季トリプルスリーを達成した24歳のボビー・ウィット・ジュニア。ロイヤルズが選ばれている。ジャッジは今季158試合で58本塁打、144打点、オプス1.159。 本類打率9.64などメジャー9冠を達成。今季の長打率701は2004年のバリー・ボンズ812以来20年ぶりの高水準で WRC プラス。